旧環境北道庁赤環境北道は日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つ。現在の朝鮮民主主義人民共和国の環境北道、ラソン特別市と両行道の一部を合わせた地域にあたる。道庁は、はじめ鏡城、1920年以降はラナンに置かれた。朝鮮の東北部、環境道地方の東北側にあたり、西南に、 環境難道と接する。トマンコを挟んで北に満州、真マ島マ、北東にロシアと接する国境地帯で、ラナーには第19師団が配置されていた。1930年代には天然資源の開発が進められるとともに、日本が支配する満州国への短略路として、夏の執行をはじめとする開発が進められた。昭和11年厳重古行調査より、 昭和20年当時1919年8月、以前は、環境北道長官。昭和16年当時昭和16年当時昭和2年当時、大正4年当時昭和16年当時昭和16年、当時昭和17年当時昭和11年の、平時編成昭和20年の路線昭和2年当時、昭和6年当時道内に本社を有する。 資本金50万円以上の企業である昭和20年8月、当時昭和16年当時この時代に生まれ育つか、または活躍したものを掲載。ありがとうございます。